こんばんは。バタバタしてて配信する余裕が全くないので私が勝手に今始めました。皆さん、秋葉のスタジオからの景色でございます。はい、今ちょっと荷物を出してもらわないと僕何もできないんで、待ってる間に引っ越しの電話だったりしてたんで、まあ、ちょうどいいかなっていう。なのでこのまままたあれですね、搬入というか搬出が始まったらどっかにスマホを置いて僕はまた去ります。はい、で今手ぶれ補正があるという手に持ってるんでこんな感じですね。自撮り棒届かなかった。江戸さんたちは今下で頑張ってます。僕はあれですね、アゼルさんとかとスタジオから外に出すのを待ってますね。21階なんで高層ですね。2104、あれが神田明神ですね。見えてるのこれってできないか、神田明神で下がまあ表通りです。秋葉のあれはドンキホーテですね。これが秋葉原。まあ、昨日もね帰り道言ったんですけど、僕はまだ残留になるようなのでまだ秋葉の旅ですね。ちょっとまあ残念ながら江戸さんだけ小田原へ。はい、これが東京ですよ皆さん。ちょっと中へ持ってみましょうかね。ここは控え室ですね。今とドアが閉まったのが勝手に、恐ろしいや。ここは控え室です。いっぱいグッズが置いてあったりねしてましたね。まだ貼り絵が残ってます。はい、ここでそうプラも作ってたり、あの吉田さんがタバコ吸ってたりしたのがあのベランダですね。さっきの控え室、まあ、机が今こんな感じです。机がこんな感じ、まあ、ここに机があったということですね。でマット段ボール今梱包して出したりしてました。まあほぼ使われてないテレビです。誰も見ないしっていう。でもここにまあエプロンがまだありますね。あの時のブレーカー事件もここです。はい、でだいぶ綺麗に片付きました。ここに、今までの演者さんの物が大量にありました。まだあるけどね、まだあるけどありました。ちょっと僕腰が悪いのはあれ上無理なんでみんなに任せます。あ、チェーンソーもありますからね。江戸さんのウィッグだったり、誰も使ってない謎のクレヨンみたいなやつ、あ、タル爆弾も。まあ、控えさこんな感じですね。まあ、みんな今外で頑張ってくれてるんで、これも廊下で、こっちがスタジオの、まあ、こっち廊下ですね。僕はいたずらに貼ってるあのサイレンのやつお手伝いしてもらってます今。だいぶ出てるかな今。でここはまあスタジオの配信ブースですね。僕はここに座ってずっとホゲーっとしてたやつ、ここになりますね。カメラがあってっていう。で向こうであの江戸さんたちがあれをしていたという感じです。あれ結構あれだな、いたな。そろそろ僕も戻らないかもいけないかもしれませんね。でまあここはね、まあ、うん、水曜日と江戸さんの、まあ、いろんなあれです。いろんなあれいて、こんな感じですね。でみんなのコメントがちょっと流れてると、今ナウでまだね、まだ流れてる、止めとかないと忘れてた。はい、でも喫茶の子村もまだあると、はい、いう感じですね。で3つ目は片付けましたと。はい、こんな感じです。まだ今ちょっとここからまた僕動き始めるので、どこ定点にしとくかね、どこを定点にしとくか。
工程にすればいいんだこれ。そう、こっちはもうその水曜日疲れて帰っちゃったんで、どじみじ明日なんで、そのままですね。はい、まだまだエリアの皆さんは強力なので、エリアの皆さんの物資はいっぱいあります。さあ、どこに置いとこうかな。どっか取りかけるとこがあればいいんだけど、なかなか今ないですね。皆様がカメラマンやると言ってた割には下で今動いてるんで、あれがあるんですよ。そう、もう始めちゃいました。始まった？はい。ああ、なるほどね。どこ置いておきましょう。皆さん、いいですか？どこ、どこ？いや、もう全部一回ぐるっと見回ります、ね。はい、ああ、なるほど。一番動くところどこだっていうと、ここ。ここなんですけど、置くとこないんですよね。ここに貼る。ここでやつを。瀬戸さん、出しちゃいますよ。あ、はい。出しちゃって大丈夫です。ただ電話もかかってこない。ああ、なるほどね。俺の方に電話をして、こうかな。そうそうそう、みんなのコメント見たくなりますが。ああ、まあ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 。それか、その椅子、お椅子を置く？これで。それで。うん、高いとこではないけど。これ、ここに立てかけちゃって。こうついて。いや、大きいになります。でもまだ全然いっぱいあるよ。そこ真ん中動線作んないとダメだから。あ、あれ、それさ、あ、これちょっと、あの、ここに、あ、これやっていいよ、スタジオ側に。これ、あ、これ、あれ、感じですか。はい。この動線で始まった。あ、これか、はい、気づかなかった。19マナで倒さないでください。あ、はい。こっちだかな。プラ、うん、多分12時組かな。スイカ人いるんですよ。いるんですよ、まだ多分。あれあれ、多分江戸さんが、じゃ違う、今までのおきつなって江戸さんがスプレーかけるように置いてあるやつですね。作業戻ります。
暑い。ここに別に、まあ、これで全部一応でかい方全部。いやまあ全然まだ。あと6ぐらいあります。まだ6かな。まだあるんですけど、一旦出せそうなのがあと2箱ぐらい。わかりました。ちょっとショーケースしてます。あ、です。はい。ちょっと、さすがに休まないと。すみません、タバコ休憩に来ました。はい。だいぶ見えなくなった。腰の消耗は激しいですが、なるべく持つとき太ももが持つとき完全に腰で持ってますね。腰で持つとね、やばいんですけどね、プラケース持つときに腰で持たないとね、持ち上がらないですよ。ダンボールは寄せれるからいいんですけど、プラケースそうですね、ここまで持ってますね、重たいし、これがめっちゃ重かったね。PSP とか、ビータか。さあ、これはまだ冷えて。そうですね、カラーを見せてきたんで、でも。ここにあるんですよね。なんか星が。いや、あれを出すんですけど、そうですね、お願いしますか。この星では。パケットでも。はい、大丈夫です。
下のケースで、あとはこっちのやつ。箱ではある。箱ですね。あとは。うん、分かりやすいように皆さん気づいてないで、配信していることに気づいてないんで、配信してるんですね。はい、ここに僕のスマホで配信してるんですね。だからここに通路に配信中って書いておこう。なんかプチプチ買ったんですか。ありますね。1個しかないですけど、ありますか。あのアタッシュケーキとか、なんか表もあればこの毛布とか。ああ、そこですか。そうですね。プチプチ。多分それが。はい。あと今現時点で箱に入ってないんだ。はい。プチプチ。プチプチパソコンでも使うんですか。一応、でもこれもあるんで、まあ大丈夫だと思うんですけどね。配信のシーンがあって、下に荷物を遊びたいんで一緒に行きます。大丈夫ですか。そうなんですよね。サボテンさん、あ、ごめんなさい、大丈夫ですか。配信中です。下にちょっと荷物運びたいんで、ちょっと、はいはい、ちょっと。ちなみにまだ入るんですか。全然。今2トンに積み始めたばっかりなので。どれくらいいきますかね。なんかまだわかんないですね。これ2トン分は全部いけます。まだまだいけます。大丈夫。いいか。その写真があるんです。ダンボールいります。今は大丈夫です。もしよかったら使ってください。
そう思って。炊飯器のご飯は食べる感じですか？は、ご飯入ってます。暑い。何月だ今、はあ、3月か。明日、まあ出さないか。コーヒー飲んでる場合ないもんね。VR のコーヒーないです。
買ってくればいいけど、あの山口さんがコーヒーブレイクしたやつでもう片付けます。暑い、暑すぎる。エアコン、エアコン入れてんだけど、最大出力にしよう。暑い、あれ誰だ24度にしたやつ。あれ、いや俺17度で下げたんだよ。24度でしたよ来た時。マジで、はい、あれ、あれ俺こっちやったんだ。あ、違う方ですか。違う方でやったんだ。だから暑くなった。ちょっと全室つけたんですけどね。ああ暑い、暑い。カメラそこです。廊下にある。はい、ここがカメラです。ウエストポーチをウエストにやるとお腹が出てくから下がってって降りるんだよ。ケツから下に落ちてっちゃうんだよ。喋れてない。あーでもこれだったらなんとか明日の便で行けるかな。出た出た、おのれ家、おのれってな。まあ最近のな家サバはちょっとあれだからね。そういうね、こまごましたやつやっぱあるんで。そうそう、で入れられないやつが結構あるんですよ。そうで、だから早めに出せる分を出しとかないと、流通がつかないってことです。あー、引っ越した。タペストリー。江戸さん、この、 あのキッチンのとこにあるあのフラーケースは、フラーケースどれですか。あのガスコンロと、あ、その辺も出せるやつですね。今日出すんですか。今日、乗れば出す。乗れな、乗らないんだったら明日です。今、はい、プラばっかり積んでるんで、はいはい、だったらプラ出しちゃった方がいいのに。他ない、え、米が入った。あ、だその辺もでは全部そうだな。あ、まあ、米とかは別に 最終日でいいよ。うん、そして掃除機をお願いします。これなんかレアなんじゃない。ヘブンズドアだよ。ヘブンズソー、スボードだよ。見えてる。本当に本当に初期の頃のね。ごめんね、放送のあのあのサービスもしなきゃいけないですよね。そうそう、あと掃除機を、はい、掃除機でも置いていかないといけないから最後やんなきゃいけない。あ、というかかけてくださあ、かけろってこと。あ、なるほど。はいはいはい。あ、でも掃除機まだかけなくていいですよ。まだ汚れまくりますよ。いやでもそこはホコリを見てなんて。どこ、あ、ここの話。はい、ここね、冷蔵庫を開けたばあとこだから。そうそうそう、まだ小さいやつあるよね。これに入れちゃいましょう。ちょうどいい。究極の納豆、これ1回だけ使ったな。で、あれ、でもあのパネルを外すっていうのは、いや、多分さっき言ったけど、多分
あれ？あれ一回なんか一回休憩入りたいって言ってなかったっけ？下で今終わったら休憩するかな。休憩ですか？はい。ちょっとそう、もう作業始めてからちょっと経ってしまったの時間が。これで。玄関出せまくってるんで、もう外れてるっていうか。マジですか。マジで。いい家だね。どこ行ったか、どこ行ったか。まあ、見つかるか、もしくはそのまま持っていかれたかも近い。行っちゃって、持っていかれてもらえない。入ってるやつじゃないと切りにくいんで、はい、これとかそれはねやめた方がいい、それはそれ潰れて本当に箱が潰れちゃうんでこれ高いですよ、これ高かったと思うんで4000円ぐらいだった。いやそれでもまだ安い方ですよ、ね、あのこういうのも1万とかいくやつありますから。ボードゲーム、いやこのパーティージョイとか、はい、これが何だったっけ、バンダイ、あ、ジョイファミリーシリーズですね。こういうの意外と行くやつ行くんで、秋葉のあそこで買おうと思う、はい、一番にいや行くんで本当に、はい、駿河屋だと秋葉
かもそればっかり集めてる人が今お金持っちゃってるんで50歳ぐらいなんて今出せちゃうんですよ。あのボードゲーム普通にあの僕3桁今行ってるんで、はい、あの多分持ってるっていう人は大体3桁行ってると思います。数です。誰のやつこれ？ゴジラ。あ、ゴジラなの？誰のやつだろう。でもそんなおしゃれなの。ガッツリ。あれこれもしかして食べ物では？食べ物では？ガッツリ。鎌田くんだ。しかも溶けてない。あま。ダメでしょもう。開けてるなし誰かしかも、うん。放送やったっけ？おぎさんか、おぎさんか。何これ。おぎさんって書いてる。このね、配信してるところとコメントが見れないんですよね。そう。わざわざあの向こうの、まあ、俺をバスッとこうやって今は誰もいません。これ僕が買ったトイレの猫ちゃんですね。まだあれかな、粘着力残ってるのか。下は下であのテトリスやってると思うんですよ。あのプラケースで。プラケースで。プラケース増やしてやろう。
まあ、1個ぐらい出てくるもんじゃなくないと思う。そうですね。この分ぐらいもそう。もうなんか、こういう気にしてたら多分詰めなくなる。これは今までもらった手紙シリーズ。さすがに何も。誰のサングラスだ。誰のサングラスだ。これ見えてるかな。はい。ブラッドボールって言いますかね。多分いっぱいあるんですよね。いっぱい。もうすでにもうプラケースになってる。劇場が燃えてる。ちょっと乗せるぐらい。今乗っかり出てる分ぐらいでとりあえず止まった。はい。今ルイスさんの車にどうやって乗せるかみたいな話。多分ぼちぼち出せなくなってる。なんだって詰めなくなってるっぽい。待って。まあ、頑張ってって言うしかないです。こういうのは助手席に抱え込んで。こういうの怖いですよね、普通に。あ、エイリアンアイソレーションの人だ。アイソレーションの人。ちゃんとつむじまで再現されてる。中入れた人の方がいいかな。本当はプラケースの中に出てる。開いてるやつがあるんで、まだそっちに入れてしまうのもありですか。入れば。あ、そのデカいのやつがありますかね。もう一個そのデカい箱っていけそうですか。それぐらいなら。あ、じゃあ、しましょう。多分、まあ、ダメだと思う、うん、ダメだったら、まあ、手で持っててもらいます。あるよ。上の重いな。そこ重いな。いや、まあいいですよ。置いたままで。そしたら、またエレベーターホール綺麗にしてもらって、そこからまた出さないと。
そんな元気がないですね。よいしょ。お茶を飲みます。熱い。ああ、お茶うめえ。お茶うめえ。でもお茶、緑茶がでもあれなんだよね。水分出ちゃうから。すぎです。さっきからずっとそんな感じで。あの、先ほどなんか割れ物って書いてある箱があって、段ボールがあって開けてみたら、ほとんど野水さんのサンタ衣装とかで、そのまま視聴者プレゼントしたいんだけどな、うん、あ、これか、これが、あ、鍵、あ、じゃあ、あの、ジョバンニさん1個余ってるじゃん。あ、どこやった今、ジョバンニずっと上にいるから、1個鍵。アゼルさん。え、アゼルさんは俺が渡したよ。あー、それがそれなの。これでも外した方がいいじゃん。外せる？外せないか。まあいいや、この1個。通れないアゼルさん、アゼルさん助けて。アゼルさん通れない。鍵あります。あるの？うん、あ、でも2個あった方がいいでしょ。はい、これ使って、これジョバンニの鍵なんで、うん、このバドミントンって何使ったの？バドミントンが何使ったの？よいしょ。熱い。これ、これもう動かせるやつ。でもここまだ、そうだよね、危ないよね。T シャツがいっぱい入ってるから、だからね、これ封じられてたから。結構その物がやっぱりね、もう言うて10年以上のさ蓄えだから多くて、あ、こんなに大掛かりな引っ越しはね、前のリニューアルの時より物が増えまくったからさ、さすがにって感じだね。本当に。あ、なモッチーがさ、これの話ね。ああ、ちょっと休憩して座らせてください。ああ、ちょっとだけ座らせてください。ああ、誰だクリスマスツリー買ったやつは。え？クリスマスツリー買ったやつ誰だ？クリスマスツリー買ったやつは俺と飲んでたね。ああ、それ、そのクリスマスツリーだって錦糸町のなんかあそこのあれで買った気がするな。皆さん、炊飯器にご飯炊いた。あ、炊飯器ご飯炊いたままだ。そうだ、捨てなきゃ。それ電源切っちゃっていいですよ、これで。電源切る。炊飯器、そうだ。それむしろ4日ぐらい経ってるな。多分黄色くなってるんじゃないかな。多分月曜日か火曜日に何か作ろうかと思って入ってると思う。ちょっと電源抜いてもらえれば大丈夫。あの、出ます。伊佐さんの声聞こえてるんですか？聞こえてるんだよ。聞こえてるでしょ。あ、
あ、みんな聞こえてんだよね、俺の声って。これコメント聞こえてる。あ、聞こえてるんだ。やっぱりブーストボイス。すげえな、ていうか、だから序盤に携帯が新しくなったことにすごいな。そば319万円。そば食べてるかって腹減りますね。そうか、俺も今日飯食ってんじゃん。腹減りますね。軽くなまだ入りそうですか。まだ下手が分かんない。いや、今もう出てるのが出てるから。そばがちょっと休憩します。すいません。ハイエースの鍵欲しいって言った。あ、はいはい。
S3 出んじゃないの？出ないね。出ないよね。ラモーヌか、ラモーヌか、女神か。最悪なんだけど。玄関開いてるんだけど、テレビは。すいません。ちょっと騒ぎすぎました。だってあまりのことに。あまりのことに。これひどくない？これひどくない？よくぞ余ったんだけど。よくぞ。よくぞ。よくざここでよくざ来るって本当にありえないんだけど。無料ガチャでよくざしかも関東済みよくざってすごいな。初めてだ。そんなことあるんだ。ちょっとやばい。それぞれ逐次こう休憩しないと死んじゃうのでね、そこは勘弁してください。他の運転手みたいな。まあアンジェルさんが運転するって言ってるけど、さすがに息ぐらいは俺が運転する。さあ、玉座出たから仕事します。最悪だよ。最悪だよ。玉座。よくざは出ないでしょ、そこで。じゃあ、さてさて。玉座が出ました。6枚目の玉座が出ました。貫突済みなのに。あ、頭おかしいだろうな。ここで玉座マッチするの。何の先にこれ江戸さんが馬娘のガチャですり抜けた玄関開けて立てるんじゃないみたいな。
これで何割ぐらい出た感じですか？5割ですか？はい、今日で半分ぐらいは出ました。3割ぐらいじゃないですか？そんな気が全体の3割ぐらいですよね。今日だったら5割いきますね。え、今日あの倍運ぶ予定だったんですか？え、なんて言いました？え、今日あの今出した分の倍運ぶ予定だったんですか？まあそれはないですね、多分。僕の中でも全部いってあったんだけど。車はどうですか？いや、もうほぼ2トンは埋まってるので。まだいけますよね。はい。まだいけますよね。いや、もう限界です。限界です。今思ってるのは、はい。これ、そうか、廊下にあったやつ全部出したんだ。よし。出しとこう。ここまで乗らないです。ほんと、そんなレベルですから。一番上まで積んだんですけど。今日、ここすごいですね。まだありますね、こっちは。さあ、これもう一台やってもらえないと。うん、明日と続けるの？そうですね。明日だ、ちょっと。このゴミ捨て場って24時間24時間です、はい。そしたらこの辺のものでいらないものを処分した方がいいか。そうですね、空き缶とか。すごいピシピシだ。これ何でしょう？ビニール袋が、はい、ビニール袋が落ちてました。そうですね、入れる前に。まあまあまあ。明日じゃいけない気が。明日運びきれないので、もう、はい。そうですね。でかいやつが全部残ってる。新聞紙でもあれば食器とかいけるんですけど、何を書くと。そう、さっきね、あれ、あの、紙を捨ててしまったから、ね。うん、
私多分箱があるんで使うんじゃないですかね。あ、よそうですか。禁じられた部屋ですね。もう現役なんですか。いやもう多分使っ、こうやって落ちてたね。多分大概その PS2 3面白いですね。無理かな。朝無理ですね。容量的にでかいのがこれでしょう。っていうかまあ、あともう一台増えればソファーベッドを捨てるか、うん、そうですね、もうそれ、ソファーベッド一番でかいでしょ。机と、白い机と机と IAS、いや、俺、わかんねえ。いや、絶対入んない。この辺のものは重ねられないって、うん、あ、まあ、そうね、はい、そう、床に置いていくしかないから結構、重取ると思います、ね、だから、逆にハイエースとかマジでなくても、そのバネット版、ちょっと小さめの版であれば、機材系は載せられるから、はい、そうですね、1台増やすか。まあそうですね、1台増えれば。予約できるかな、じゃあ。ちょっと確認してみるか。ローズ机とかは入ると思うんですけど、ソファーだけですね。ソファー。はい、入らない、あ、きつそうだな。ソファベッド、はい、全然いけると思うんです、うんうん、で、あとはソファベッド捨てるからね。そうですね、うん、ほんとそれだけだな。一番最後に回してみて、うん、それしか手はないかも。ハンガーラックもあるよね。ハンガーラックね、まあこれは別に軽いし、あと、それからベランダにあるやつは、これはベランダにあるやつ、あ、まあそれは別に、あの布団干しだから、あの捨てちゃっていいやつだから。なんか箱物結構出したからいけるかと思ったんだけどな。あともう一声ですね。ちょっと予約してみるかな。あるかな。あ、じゃあこれで打ち止めです。打ち止めた。
そうっすね。ダンボール量的には今日の、うん、今日の半分ぐらいにはなると思うんですけど、うん、それ以外がプラスされると、うん、まあ今日よりちょっと多いかなぐらいですね。はいはい。車もう一台足りるか足りないかぐらい。一応2トンショートだったら取れるな。なるほど。うん。2トンショートでフォローじゃなくてシートを上かぶせるのでっていうので1台は2トンショート常に取ってるから、はい、もう1台追加ってやればいける。で運転手が1人だけちょっと足んねえけどそこだけだ。運転手見てる人で運転手いませんか明日来る人ね。あでも VR 部で運転できる人でいるとは言ったからそれ次第かな。どれだっけ。でハイエースをハイエースを VR 一人誰かやってもらって二トンショートもう一個をハゼルさんにやってもらえれば一応いけるかな。ああ来た金子さんのタイガーやっと何も変わってない後ろの時はあ、それはもう取ってる。はい、濡れてすいません。うん。すいません。あ、すごいね。なんかちょっとさ、今さ、それもなんだけど、今残ってるものを見て、今日と同じハイエースと2トン、2トンはまあ、あのシートかぶせるんだけど、で、入るかどうかっていうので、今、判別的に無理なんじゃないかと。あ、無理っすか。無理だ。いや、だって自転車あるでしょ。うん、あとそのモニターとかモニター類があるでしょ。そうそう。机で机があの長机もあるでしょ、うん、でそこのメタルラックもあるでしょ。そうで向こうのテーブルあるじゃん。であとソファーベッドがめっちゃ多いだからやっぱ無理か一発じゃ無理。一応今日本レンタカー見たら2トントラックのショートをもう1個借りれるのよ。はいはい。だそれだったらさすがに入ると思うんだけど誰が転がすんですか。そう一応 VR が3人ぐらい運転できるの でハイエースをそっち運転しまってでも2トン平でしょ。平でもシートとロープでいけねえかな。あれだって、うん、日蓮ってシートレンタルで出してました、ねうん、あ出してる出してる。あの1台目のやつすでに今予約してるやつはそれでやってもらってんのロープとシートで。でもう1台それ追加すれば一応いけるじゃないですか。明日って見づらい変なやつ持ってちゃう、うん。あなるほど。一日にするんじゃなくて、なんか変な形のやつを、ちょっといい、うん、だったらモニター類だよね。まあ、控えするよね。控えするね。倉庫にまだ PC が。あれはでも最悪、はい、あ、ごめんなさい、ごめんなさい。あの、なんだろう、もう使ってないパソコンだから、使ってない方が最悪さ、多少なんかあっても平気じゃん。また今日いや、それだったら、ちゃんと使える方のモニターとかを今日持ってった方がいいのかな。うん。カメラとか。あそうそう。眼球にしてるんだ。あなたがやったんですけどね。いや、覚えてねえっすよ。あなたがやったんですよ。眼球か。そう、だから。ああ、サブロカメラに半分してるんだ。こうやった人も面白いです。やった人も面白いです。じゃあ、ルイさんのとこにモニターとかを今日運んでもらうのが一番いいんじゃないかって。まあ、いい。そうですね。うん、ルイさんのとこは3で打てていそうなんで。うん、そうそう。うん、逃げたいです。で、まあ、毛布だったりとか、梱包材でっていうのでいけるから、それが多分一番安全かなと。で、あの、機械室じゃなくて、倉庫に入ってる、20キロある、1台20キロあるエイリアンウェア昔のやつはもう動かさないやつなんで、やっぱ展示品みたいなものなので、そう最悪そうか3級にしてるんですか。
ないんだよ。ありますよ。それがちょっと一番いいかなと思います。なんでちょっと今モニター類をバラして急遽だけどやるしかないから何台ぐらいあります。何台ぐらい、もう今ここにあるモニターの数を見てどんなコンポをするかよね。基本的にはその一応ほら、僕らの写真貼ってるんですか、はいはい、スペースあんなもんなんですですよね。で、あの写真は一応カードを倒してる状態なんで、うんうん、そこまでは入ります。はいはいはい、まだ壊れちゃってる、うんうん、なのでだったら今まさにそのブルーあいやグリーンバッグとか、うん、あと毛布とかはあるので、うん、で一台一台ぐるっと巻いていけば、まあ、本当に並べていく、うん、だからあのスペースだったら5台6台は全然横に並べられると思うんですけど、うん、それでいけるんじゃないかな、うん、だからそういう意味ではあるだけいけるかもしれない、うん、でスペースはちょっと余って配信の場所変えてやろう。 PC も1かぐらいかな。それがいければ明日だいぶ楽になる。やってみてダメなら、うん、うんですね。はい、じゃあモニターは何個ですか。はい、ゴミと、まあ最悪一回もスタジオにぶっ込んじゃってゴミに捨てればいいだけなんで、はい、そうそう、あのね、スタジオが暑い理由わかるでしょ、これすごいですよ、うん、アホみたいな日当たりになるんですよ。やばいっすよ、これは。そう、だからね、で、これがあるからまだ日当たり的にはカットできてたけど、おしゃれマンションやばいっすね、本当に。これだから住んでる人どうしてんだろう、レベルっす、他の。あまりテレビでも、うん、あのなんかおしゃれマンション買ったはいいけど、うん、あの夏地獄っていうのが出してますもんね。本当にエアコンこんなにガンガン足りてるのダメなのかみたいな。日当たり良好って日当たり良好の良好すぎは、うん、そうそうそう。もうもろに西と南向きだから、うん、がっつりきますか。がっつり、まあ、アメル黒にしたら余計なんですよ、うん、あ、でも裏は黒じゃないでしょ。あ、裏も黒、裏も黒か。この後何回か20万で入れてましたね。あ、そうなんだ、はい、遮熱用の、あ、遮熱ね、はい、あ、これもう一緒に買ってる。なるほどね。でっけえから数百万ぐらいかけてます。うん、いやー、金持ちが踏んでんなって。いやー、もう捨ててるもんが、お金持ちも捨ててるもんですもん。やばかった。あ、でもさ、はい、腰が痛いんで。あ、はい、了解。握り。パネル、失礼します。これ、そのままいけます。いけます、いけます。全然辛いんで。エレベーター。エレベーターで、はいね。9だから2000、どこを持ってるの、これ2700、開いてる、蓋が開いてる、よっ、頑張りたい、蓋が、蓋が、そのまま開いてもらって大丈夫です。トラックにはそのまま行くんですか。トラックはね、もうね、上に流す。わかりました。そう、アデルさんはどう動く。こっちから行くしかない。こっちしかない。そしたらね、コードも渡すから手に握ってくれるかな。はい、せっかくです。すいません、あざす。すごいアデルさんだね。これそのまま小田原まで高速使って走る。いやいやいや、100人でアデルさん、まあ、アデルさん江戸時代でも通用するから。いやー、待ったらこれちょっと通りますね。ごめんなさい。よいしょ。アデルさん、これどっかに並べていきます。ごめんなさい。あれ、それ出してないか。大丈夫、差し上げてそこでグルンで多分。あ、それか。あ、ちょっと待って、もうちょっとか。はい、ここ通りますね。はい、あ、その下からまたこの、いけます。このバナナさんが、バナナさん、うわ、スタジオが開かれていく。バラして捨てる。あるいは分かんないけど。
マスター買ってきてもらった方が早いと思う。いや、さすがに今日インパクト持ってきてねえよ、俺。家に置いてきちゃいました。手回ししかないから、やだ。乗らなかったらちょっともう階段搬入をみんなでやるし、階段か明日の手勢でバラして捨てる。今がヨドバシで手引きの猫でも買ってくるのがあるんで、みんな下宮さん応援してあげて、はみんな下宮さん応援してあげて、あ、やってんの？いや、ずっとやってんけど、ずっとやってんけど、みんな頑張れって。なんかいる？1枚持ってってベータ乗んなかったらもう諦めて明日バラして捨てる、うん、ので。ああ、なるほどね。上をこう折っちゃってるってこと？いや、もう別にだって向こうで使わないですよね、基本的にはね。だもう全バラで、うん、60センチくらい角で立ったらもう一般軍で捨てるから。ああ、そういうことか。はいはいはい、6ギーかと。それで下に、そうか、あれに普通にゴミ出しちゃうけど、そう、普通にゴミ出しちゃう。とりあえずそのエレベーター乗んなかったら、うんうん、エレベーターに乗るかテストをしよう。いってらっしゃい。そういえばこのまま配信してこの状態で配信したことないよ。ない。もったいない。この状態はだって多分だって。俺だとはいえ。だってパネル作る前はずっとカーテンだったから。だから開けたのは一回もないっていう。開けたのは一回もない。開けてるスタジオを見るのはみんな初めてだ。ポンポはそうかい。もうここに今カメラある。あ、それか。だって言ったって言われる。あ、ユニクロのです。ユニクロ。よっ、コーラです。あんまりガシャガシャしたくないね。あ、もうこれが邪魔。19番がスマホiPhone 何見えてないで、あんま、いや、1枚だけ向こう持ってても、なんかここ貯めとけばいい。なんかみんな、向こうに行くじゃん。なんかルート塞がない、大丈夫か、わかんない。あ、充電器忘れたな。戻ってこないってことは乗ったんでしょ。じゃあ行こう。いつもそうだ。うん。
よね、秋葉原。まあこのマンションじゃなくてもね、また戻ってくればいいんですよ。やっぱ NGC といえば秋葉。金を貯めなくては金を。ナッキーさんサブスクよろしく。中田やったら絶対無理だと思う。2トン平は平だと少なくとも無理だけど、誰か10トン持ってるしねえかな。10トンは持ってねえ。10トンなんか下付けらんねえよ。誰か表通りに頑張って運ぶ。さあ降りよ。PC すれ違ったのか。これでモニター類とかを出せたら、ルイスさんのところに載せれたらさすがにこれいけるでしょ。無理です。え？多分無理ですね。下屋さん無理って言ってます。それでも無理って、はい、平じゃ無理かな。マジで、はい、でももう一台やっぱ必要ってこと。平じゃなければ、まあ、一回聞いてみるしかないですね。目測だと無理だと思いますね。無理かな、はい。まあ、ソファベッド捨てるかな。いや、意外と一回、まあ、ソファベッド捨てて、あと捨てれるものなんだ。いやー、いけるんですかね。アテクさんどうですかね。はい、いけそうですか。いや、トラック関係は多分一番邪魔なのはチャリンコっていう。あー、こいつですか。それはもう最悪、うん、俺が一人で持っていくしかないじゃないですか。それが結構なんか場所取るとかどうとか言ってますね。一応その26日の何あの午前中にこっちに違う、14時26日の14時に返せばいいから、最悪俺が朝から動いて行って帰ってでやれることはないよね。朝7時に向こう出るような形にすれば、帰りにまあ12時ぐらいに帰ってくると思う。あ、いや、どっちみちね、25日の土曜日はこっち帰ってくるから。あ、そうそう、あのほら、みんなを、あ、そう、一回秋葉原に戻さなきゃいけないから。からそれで、どっちみちこっちには戻ってくるのよ。で、こっちで泊まって、どっかなんか、ね、カフェなのかホテルなのかわかんないけど。で、まあ一応14時までってしてるけど、まあ午前中に返そうかなと思ってたから。
うん、それで運べるんだったらそれなんとかなるかな。まあ、今からどれぐらい乗るかですね、正直。今から今からそのルイスさんのやつに。まあ、あれぐらい乗れるか。とはいえ、やれてモニター全部じゃない。モニター10個ぐらいでしょ。モニター10個っていうすごいパワーだな。オーロラとか。オーロラはだからまあ明日、うん、っていうかあの使ってないオーロラ20キロのただの重りだからね。あれ一応データ入ってますよ。データ一応だってハードディスクは最後抜きゃいいんだけど、これっていうかおっかねえな、ここ高所恐怖症死ぬぞ。そうですね。あとはまあ、うん、配線の写真撮ってもぐちゃぐちゃでも分かんないですけど、まあ多分、うん、これはもう配線一回やり直さなきゃ無理だから、うん、まあ刺したまま持っていけばいいんですけど、いやさすがにそれは無理でしょう。で箱に配線全部入れちゃってやるしかないと思う、はい、うん、いやモニターじゃなくて小池に全部刺したまま持っていけば一旦大丈夫です、うん、ああそこね、はい、でも分岐の話、はい、入れちゃえば、うん、モニターに刺したまま無理ですけど、うん、いやー、 あそこにあんのか。そうですよ。どこで撮影してんのかな今と思って。おい廊下だと思ってさ、そこにあんのか。俺じゃん。あ本当だ。ほとんど俺じゃん今。、うん、びっくりした。そうね、いい景色だな本当。全部抜いて大丈夫なんですか。ほら、神の行事を見下ろせるからね。やってるんですよね。あそこの緑色のやつ。あ、本当だ。明日の準備っていう感じでも抜いちゃって。見下ろせるしかないですね。やってもいいと思います。僕の中でその覚えておかないといけないんですけど、どうしようもない。写真撮っても多分意味ないですよ。そうですか。あ、覚えてない。いや、もうだから、なんだろう。時間はあるから、ネットが繋がるまで多分絶対すぐできないから、もう試してやるしかないんじゃない。なるほど。割とね、初期の頃から変えてない部分があったりとかして、ちょっとオーパーサな部分があるんで、つなぎ方に。ここ抜かずに持っていけば、ストップロージー。そうそうそう。はい、それがちょっとあって。もうすぐに抜いちゃって戻るかわかんないっていう。溶きすぎにお寿司。溶きすぎにお寿司ですよ。こっちはもう明日だと思うんですよ。そうか、ケイスさんの車を回してもらわないといけない。こいつはもうすぐ動かしても分かりやすい。ハイエースは用ですね。はい、ありがとうございました。これ行きますか。後ろは取るんですよね。あれがこいつだ。多分こいつ。はい。バナナさんドアップですね。ああ、ごめんなさい。うん、いや、全然いいんだけど。どうこいつら。あ、ちょうど神の明神映ってるんだね、屋根がね。めちゃくちゃ反射します、ね、夜はもろ反射する、はい、だからスタッフとか多分丸見えになる、はい、うん、だからですか。あとだからそこまで考えたかどうかちょっと覚えてない。あ、でも最初に引っ越す時に大丈夫です。もう遮光カーテンとか入れようっていう話になるんですよ、はい、うん、まあ、そこから悪夢の始まりだったと。あの暑さの、まあ、遮光カーテンをされた余計に熱が。でもこの状態ならもっと暑い。いや、まあ光遮光、うん、ここに3月の下旬に入ったじゃん、はい、8年前、はい、で、ここを要するに見に来て、その鍵とかを受け渡されて昼間に何か入れようってなった時に
当時のスタッフいたじゃないですか、はい、その入った瞬間に入ってなんで当時そこが空いていたかというとね、あーどうなんだろうね、そうだね、たまたまなの、まあ暑いから抜けたのかしらないけどさ、はい、うん、そうね、そう考えるといや暑いよ、南西向き窓だから。他の階もどうなってるか、まあ、間取りが違うんでしょうけど、いやでも角部屋は変わんないんじゃないの、大してなんか結構違ってますよみたいな。ああなるほどね、あでもカウンターがあるかないかのやつとかもあるっつったから、はい、それはそうだ、もうビリちょっと車取りはい、なんかビリビリビリっていうのが耳に言ってる、ビリビリビリ、うん、そして多分電気じゃないですか。あ今このテープを、あーテープを剥がしたのね。テープの。あテープ剥がす、テープ剥がしますって言ってあげてください。すいません。その穴があった。ちょっと車回ってきて。マジ笑うな。東京タイムズタワーって入れると認知0が予測変換されるんで。今なぜか。それすごいっす。なんでしょうね。多分税金がみんなやっぱ気になるんですよ。モニターでも入るでしょうか、そっちと。どうでしょうね。ねえ。これは抜かない方がいいですか。そうですね、そのまま一旦なんで、抜くときは根元ですかね。OK です。この大パーツを向こうで覚えてるかっていう、僕はまあ多分大丈夫だと思うんですけどね、多分。笑ってるんですか、アゼルセン。いや、めちゃめちゃ画面がすげえ、めちゃめちゃいい景色なんで。誰か手振ってくれないかな。手振りに行きましょうか。下から見るとどっかわかんないですよ、この話は本当に。まあ、こうじゃなくて、もっとね、向こう行ってからちょっとだっていい物件がまた見つかるかもしれないんだよ、秋葉で。秋葉でいい。まあ数年後ですかね。まあもしくは1年後か。1年後早いっすね、1年後。いやいや、僕はもう1年も向こうにいるつもりないですよ。正直。やっぱあれダメでした、田舎でした。いやノーコメントですね。もう開幕に G を見たんで、もう僕はもう無理です。開幕に G やりたい。マジっすか。お見事です。開幕 G。 あーでもな、あっちの方は普通に G いっぱいいますね。そうですね、しかも僕のとこヤバちょっと近いんで。一個だけだし。うわお、このモニターもあれか。そうですね、まだ話しないです。 GDM だけ抜いちゃって、もらっていいすか。ごめんなさい、無理なんですよ、よし、細かいことは無理なんですよ。下に抜いて、抜けます。はい、抜けました。で、下が、はい、電源は刺してもらう。これは、こういつもやっていた。あ、これだな、痛い。おー、すんげー速い。
もう無理ですよ。何回直してもそうなるよ。まあ、僕はやれなくなった。何回やっても無理だった。はい、はい、受け取りました。はい、OK です。充電しとこう。もう一回すっきり、まあ、ごちゃごちゃですよ。こんな感じ。だいぶすっきりしたけどね。ほこりはもうあれ無理ですね。これまあ俗の蝶の書き留めが残ってます。日焼けてっつうまうわ、もう日焼けてっつう写真。充電しながら配信すると暑いかな。ねえ、アテルさん。暑いっすね。今日天気曇っててよかったな、逆に。これ晴れてたら地獄っすね。いや、マジ、ほんとここやばいんで。太陽が。今なくなっちゃった。この学校に姿こうやって、江戸さんの顔が見えないようにモニターに顔を隠しつつ配信をやっていたと。いつもこう江戸さんに顔見られないように。江戸さんの顔見たくないからね。でもこの椅子は腰が痛くて、やっぱりまだ配信椅子。ああ、それですか。それ腰に悪いんですよね、こいつ。結構こうまっすぐっすね。そう、こいつ。いろいろね、いろいろつけてみたんですけど、ダメだった。ダメ。ここら辺も外しちゃって大丈夫ですか？それは多分もう今日持っていかないんじゃないですかね。多分で、入ったらいいんですけど。わかりました。ここにもモニターあるけど、今コメント返しになってるっていう。こいつももう配線このまま持っていきたいんですよね。たら上で全部まとめて、はい、そのままって。明日ですね。明日マデルさんいるんで。ですね。マデルさん、美味しいですよ、アジフライは。アジフライ美味しいですか？もう刺身おすすめですけどね。マジですか？はい。びっくりします、刺身は。ああ、取れたてはやっぱりいいっすよね。はい。全然、東京で食べたら全然違う。東京はさすがにね。うん、あんなの。東京はあるんですけどね。東京はちょっと。ダメですよ、ね。まあ、あれも出し物じゃないと無理だ。ダッシュ村。今日はダッシュ村のあそこですね。はい、刺身だって向こうであんな刺身行こうとしたらこっちだと4000円以上かな。本当に4000円5000円発送料と高級なんですか？はい、いや、もう値段が違うと思う。そんな美味しいに出すんだったらこっちだったらこの値段で売れるっていう考えで、そうこっち出すんで。東京ずりー。値段でも違う。いや、ダッシュ村はあれですね、東京っすね。東京ですね。東京の、まあちょっとどこにあるかは詳しく知ってますけど、まあ、まあ会社名言っちゃうんで、あれ伏せておきますけど。あとですね、会社名言うらしいですよ。今これどういう状態だろう。どういう状態なんでしょうね。あれ、モニター下ろしてます今。いや、まだ下ろしてないです。どうなってる。とりあえず今、ルイスさんの車を待ちって感じですかね。はい、疲れちゃった。バナナさんがずっと梱包してくれてるで、一人で。横浜、あそこ横浜かな。
そこはこんな高級マンションですよ。千代田区あたりですね、大体。千代田区ってここですよ。あ、千代田区、これ本社の方だった。こっちの中ですね。こっちの方かな。そしたら横浜の方か。いや、こんなとこじゃない。高速の近くだったら全然違うな。晴れた。いやー、朝からずっと稼働しっぱなしですね。いや、僕江戸さんが朝10時からってみんな言ってたけど、僕はもう11時って言ってた。無理です。まあ電話はかかってくる予定だったんで、どっちみちですね。今日12時からって朝江戸さん言ってませんでしたっけ。11時です。11時。あ、1時が早まったのか。危なかった。いや、10時半に来てくれっていうふうには言われてたんですよ。はい。そっか。明日は味方さん何時帰るんだろう。いや、12時から1時ぐらいって言ってましたね。いや、ダメですね。朝7時から待っとかないと。外で。なんかいろいろあるらしいんで、無理って言ってましたね。味方せー!1時半から2時になりそうだから、東京の手伝い間に合わそうです。どういうことです。味方せー!水飲んでもいいですよ、水。やべ、バッテリー半分だ。まあ、2時間配信しますからね。あー、持ってかれますよね、配信。はい。充電器今日持ってきないんで。まずいですね。はい。と、今、江戸さんどういう人なのか聞いてます。ちなみにエレベーター電波切れるんで、配信はもう切れますね。もうエレベーター降りるときは。江戸さんが車の中で配信するんだったらそこで復活かなっていう。iPhone はライトニングですね。僕さ、財布なんかお金入ってないやん。下ろしてこないと。江戸さんこれ全然飲んでねえな。あ、昨日飲むって言ってた。みんなに配らないとって言ってた、ちょうど帰り。いやー、これダメっすよ。え、2022年5月16日今年飲んだ記憶あるんだけど。マジっすか。ああ、これやめといた方がいいっすよ。まあ、賞味期限なんで。いや、賞味期限の1年前なんでやめといた方がいいっすよ。武蔵ね、アテルさんがもらった武蔵。武蔵これ疲労回復に役立つ飲み物なんですけど、誰も飲まなかったって。僕は飲んでましたよ、僕は。でももらった人は飲まないっていう。ですよね。あ、帰ってきた。帰ってきた。あ、帰ってきたな。アジフライは多分お店があんま良くないから配信はないかな。うん。今頑張ってあれですね、容量どうにか入らないか頑張ってくれてる。僕はもう疲れた。うん。これもあんのか。プリンターとかもあるやつよね。そう、やっぱお店で買って、ね、買って今許可取ったとしてもあんまり飲食店で配信するのは良くないよねと思ってる僕は。お風呂配信はある。ちなみに僕はお風呂入れませんね。車の中寝とく。温泉入ると次の日疲れて死んじゃうからダメですね。その時僕は山を一人歩いてるかもしれんけど、電池が多分ありません。電池が。あと正直ね、飯食ってるとこなんか見たくないでしょ、みんな。あ、これか。これも、これもありますよ、これ。プラ、これ明日っすね。プラ。あ、
これはあれですね、明日用に使わないと。そう、梱包のやつですね。1個しかないんだよ。マジで僕は見たくないですね、人が食べてるとこ。映したくもないっていうのがある。なんかなんだろう、見てると頬をドリルで、ね、ドライバーで刺したくなるよね。なんかね、人が食べてるとこ見るとそんな感じがするから僕には無理ですね、うん、なんかあれですよ、ゴールデンカムイみたいに串団子を刺すみたいな、あんな感じ、あんなイメージです。うん、こんな感じですね。なんかね、やっぱり人に見せてはいけない部分はあると思うんだ。スタートアップするしかない、スタートアップ、みんなでスタートアップするしかねえね。いや別にそう、普通にね、目の前で見るのはいいんだけど、配信で見るのはちょっと嫌だな、やっぱり。配信で見るんだけどね、上さんもこの前クチャラの話してたし、クチャラの話してましたよ。東京だとそうあれだけど、やっぱり小田原行ってお店行くとご高齢な人多いからね、ちょっとかなっていう。食事風景は見るしかないから。まあ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 、それでも串団子は刺したいよね、頬にマイナスドライバーを。またみんないなくなっちゃったな、みんないなくなっちゃったぜ。静かになっちゃった。ちょっとまあこれ待ちかしら、結構多分待ちっすね。下が頑張ってくれてるんだろうけど、上には情報上がってこないから、いつも。うん、まあ待つしか。とぎゅうぎゅうに今詰め込んでくれてるんだと思う。モニターが1、モニター C、明日机とこれ持ってって、 PC が何だか、あとデスクがこれだけじゃなくてラックが4つ、赤いの2つ、倉庫の2つ、で控えさんのでかい椅子と机とこの椅子たち、ソファーと椅子たち、あと江田さんのソファーベッド、まあ、ソファーベッドはまあまあ最悪っていう。はい、重ねられないから、ここにもラックあるし、2つ。そうですね、うん、で、チャリンコあると。まあ、あのメタルラックはもう最悪バラして、まあ、そうやるのが一番いいかもしれないですね。このコードの処理はすごいですね。いや、もうそれは僕諦めた結果ですね。綺麗にしても無理っていう。これを 最高なのは明日始まる前までに。いや大丈夫、サデルさんが明日頑張ってくれるんで。ね、いや明日えぐいっすね。明日 VR 部大丈夫かな。明日秋葉原の分だけ来ましょうか。本当ですか、はい、いいんですか。6まで休みや。いいんですか、6もいいんですか。いや多分 やらないと思う。江戸さんと相談しましょう、そこ。全然お金とかない、うん、いや全然多分、ね、向こうにもね、アジフライ2日で食えるかもしれない。
秋葉原だけ手伝えばなんか、うん、いやそんなそんな向こうはすぐ下ろせる感じなんですか、ね、多分多分横付けで道路があってだから向こうついても配信できるかな。今充電しながらやってるけど充電が車で充電できるようなあれはないんですよ。多分借りてるやつやっぱり搬入系だから古いからなかったかな。さすがにライトニング系はうん確かなかった気がする。昨日見たけど昨日のハイエースもそうっす、うん、あのちょっともうあれなんていうんですかタバコの火つける。あータバコ火つけるやつ、はい、押すと赤くなるやつ。赤くなるもうそんなん存在するんですかね今。いや多分存在するシガーソケット。だってレンタカーって基本喫煙禁止だからもう乗ってないんじゃないかな。シガーソケット多分車どこにもあると思うんですけどね。本当にけどそれ昔のね充電器とかだってできた気がするけどライトニングはなかったんで。おっと大丈夫ですよ。何も乗ってない大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。皆さんのチリンチリンとかしかないんでね。そう車によってはついてるけど今までついてかな。昨日のはついてなかったな確か。カーナビもね昨日古くてルート全然違くてあんだけ遅くなったっていう。今日大丈夫かな。あ、今日もすでに道が混んでるんで結構えぐいっすね。もう4時か、はい、2時14時か。もう反対方向なんじゃないですかね。いや、こっち方向っすね。こっちなんですか。ちょうどあの今なんか下宮さんと話したんですけど、はい、やっぱり卒業した後じゃないですか、はい、で、ご家族の方もちょうど金土日って休んで旅行日和みたいな感じで。なるほど。で、まあその週末ドライバーさんがまあね、無茶やっちゃってくれたおかげで事故ってやつ。マジですか。卒業式か、記憶にあるかな高校の時あるかな。なんかあったっけな。卒業式。卒業生は何を買ったんだろう。気になる。何買った？いや何歌ったか。あの卒業。卒業ソング？卒業ソングですね。校歌じゃないの？校歌じゃないっすね。ああ、僕ら田舎だから校歌だった気がする。自分のところは旅立ちの日にとかいう定番の卒業ソング。ああ、それ小学校とか。そうなんですよ。小学校。小学校とかなんですけど、高校でも歌わされました。高校はあっさり終わった気がするな終わってみんなですぐどっか遊びに行った記憶しか、だから卒業式の記憶がないな。だるかったことしか覚えてないひたすらあんまりいい生徒じゃなかったんで確か卒業式まで職員室に呼ばれた記憶がちょっとありますね。まあ、担任の先生すごいいい人だったんでよかったですけどね。なんかやった記憶があって呼ばれてたの最後。うん。なんかやったっけな。そんな僕でもね、その先生たちは僕に生徒会長やれって言ったんだけど、超断った。生徒会なんてめんどくさいこと絶対やらんって言って。うん、誰もやらなかったから。なんかで文化祭とかいろいろ僕が指揮者やったりしてたから、それでなんか先生が言ってきたっていう。ああ、そうそう、校長先生の話長いんですよね、やったらめったら。担任先生はすごいいい人だったな。担任先生と複数の先生は良かったんだけど、やっぱりダメなやつもいっぱいいたから、ずっと先生と喧嘩してた。ダメな奴らとは。中学の担任はバカバカだったからずっと喧嘩してたけど。
で、あたりさん。はい。ね。いや、ねって言われました。自分、違う、違う。中学校だけ担任は頭悪く、おかしかったな、だいぶ。他の学級の先生、すごい良い人ばっかったけど、なぜうちの学級だけはっていう。ああ、でもそれはよくありますよ。ずっと喧嘩してた。クラス格差ありますね、うん、家が近かったんだけどいつもね5分前に入るんだけどそれで文句言われて一回腹立ったことがある。5分前に入って文句言われるんですか、うん、それはムカつきますね、うん、いやそりゃ30秒とかギリギリになって怒られるんだったらまだいいんですけど、まあ大丈夫、復習はしてるから大丈夫です。復習したんですか、うん、何回か足踏んどいたすごい痛がってた記憶ある。わざとじゃないからその時は、わざとじゃない、たまたま足踏んじゃったって本当に、本当にたまたまだった。だから、あ、ごめんって言うと言ったとおり、ごめんって。ろくな先行じゃ先生じゃなかったからごめんって言った。なんかそれでね、高校入って、まあ、全員 1,2,3 と同じ担任の先生だったんだけど、その人がすっごいいい人で、はい、だからびっくりした、ね。あうん、いつも担任、そうそう、担任以外がいい先生だったからでも呼び出されると最後なんかやったっけな、何もやってんだけどな。いやもうそれはもう1、2年、3年の培ったあれですよね、うん、確か卒アル投げ捨てたかどうかだった気がするだから卒アル持ってないんだよね。もう卒アル持ってない時点でもダメですよ。そう、高校のだから持ってないんだよ。それは呼び出されますよ、ぶん投げたら。どっかぶん投げなくなっちゃったから呼び出された気がする。それは即呼び出しますよ。ああ焼いてはない、どっか投げただけ。そのどっかが分かんなくなっちゃった。はい、なんて やんちゃではなかったね僕は。でもそう、親がよくな、まあ片親、父親がクソだったんだけど、それのせいで、まあ、担任の先生のおかげでぐれなかったかなってちょっと思ってる。だから恩師ですね、完全に恩師。今どうしてるか分かんないけど完全に恩師ですね。今も親いないけど、そう投げるのはまあね、うん、まあ卒業式ですから。いい思い出ですよ。だから昨日も車の中で言ったけど、スマホが一回こっち来てからぶっ壊れちゃって全員連絡先消えちゃったから、本当に中に2人ぐらいは覚えてたから自力で連絡取れるんだけど、他が全く分かんないからもう連絡取れないね。まあ田舎だしね、田舎だからもう何やってるのかもみんな分かんねえ。なんか本当にみんな多分僕のこと死んでると思ってる。多分死んでると思ってる。まあ縁があればそうですね。まあ特に今会うのは何もない気がするね。みんなゲームとか多分やってないんだろうな、そんな気がする。好きな子も結構多かったけど、なんだかんだやんちゃな子もみんなね、やんちゃな子がアニメ好きなんだよね、田舎って。逆にすげえやんちゃな子アニメ好きなんだよね。ゲームはでもやってなかったかな。やんちゃって言うけどそんなね悪い子は誰もいなかったな大体。これも前僕の放送言ったのかな、僕らの2個上がもうね犯罪集団みたいなレベルでやばかったんだけど、そのいい先生が何人かいたおかげで僕らは大丈夫だったっていう。まあそう、校庭にバイクはあれなんだけど、2個上はもうね卒業した瞬間捕まってるよね、そればっかだったから。僕らはまあそう、やっぱ恩師のおかげだね。だから先生にいい教育じゃなくて、先生がいい人だから迷惑をかけないように頑張るっていう風になるんだよね普通は。それがやっぱ教育だよね。今もあれだけど、
そこの先生には絶対迷惑かけたくないからっていう、何もしないだから卒アルを投げたんだね、わしは、うん、だから卒アルを高校だけ投げたと、うん、で呼び出されたんだね。全く記憶に残ってないな、なんか卒アル持ってないからね、うん、卒アル持ってないね、もうこの卒アルどこ行ったんだろう、うん、まあ卒アル高校の時思い出なんかあるかな、まあね、なんか3年間文化祭でいろいろやらされて、まあでもね学校行くのがだるかったの確かなんで月曜日の半分以上休んでたってのはある、もうだるくて学校が、理由は本当にめんどくさいからってだけ、月曜日はやっぱ嫌ですよね、みんな今も嫌でしょ、働き始めてからそんな感じですよ、ただ木曜日ね、木曜日あと1日まだ学校があるっていうのが気に食わなかったから木曜日あんま行ってない、うん、それでも月木はあんまり行ってなかった、金曜日逆に行ってたね、明日から休みだから、うん、でもこうなったのはやっぱあれな、体壊してからですね、中学校の時に体、あ、高1かな、体壊したプラス親のせいでなんかスポーツあんまできなくなっちゃってやる気なくなったんだろうね、その頃ゲームもしなかったし、僕ゲームちゃんとし始めた大人になってからですね、 NGC の配信見始めるちょい前ぐらいから、土曜日前期は小学生低学年からかな、チアありがとうございます、うん、反論は小1とか2とかだったかなね、クミさん、クミさん今でも反論だから大丈夫ですよ、クミさんは、しかも高校の時でそこまでネットも発達しなかったからね、あんまり家にも帰ってなかったしな、その時やっぱ親が嫌だったから、だから逆に学校行くのがしんどかったんかな、あの朝に帰ってくるから大体夜遊びに行って、やっぱローソンの裏がね閉められるんだよ、たまらないように鉄柵つけられるの田舎って、犬が鳴いてる、でもコンビニのオーナーが知り合いで割と許してくれるっていうね、なんかねただただだるかっただけかな、高校は勉強もしないけど英語真面目にしとけばな、今ゲームで生かされるのに、月曜日の半分やってると英語なんか分かんないから、うん、でも僕ちょうど偏差値が、うん、真ん中っていくつ偏差値、ちょうど真ん中の学校だったね高校、50が50、たぶん50ですね、50の学校で、まあ言うてでも田舎なんで教科書を覚えればテスト取れるっていう、だから丸暗記して赤点になりそうだったら90点取ってっていうやり方で余計に怒られるっていうね、最初からずっとやっとけっていう、うん、赤点か90点以上かっていうのを繰り返したから、それでもずっと怒られた確か、中央の値を50にして標準偏差を10にする、10ずつにするっていうのが偏差値、偏差値、なるほど、ちょうど真ん中でしたね僕ら、だから学校はもう学びじゃなくてもう通過点っていうイメージだったよね高校、そう考えるともう過ぎ去ってももう問題ないっていう、親のせいであんま青春も感じなかったしね、まあ遊んでたけど結構
まあ親ガチャっていうのもあれだけど親ガチャではあるとは思ってる。残念ながら。大人になっても足引っ張られたしね、だいぶ。まあ嫌な記憶ですよ。今もう一人身だから。実家はないけど。と言ったらあれですよ、東京、やっと東京に来れたと思ったら、ね、僕個人も税金にお金を持っていかれてお金なくなって、そうした次 NGC かってなったんですよね。で、小田原へ引っ越すことがあって、おのる税金。次の、あれですよ、ヘイトは親から税金へ。うん。おのる税金。僕個人でやっても意味が分かんなかったからな。コロナ期間でなんかたまたまその都民税のいつも用紙で来るんですけど、その年に送られてこなかったっていう。で、送られてこないプラスその振り込まなかったら振り込まれてませんよって紙も来るはずなんだけど、それも何もなくてさ、一切。でもしかしてコロナあるからないんかなとか思ったけど、ちょっと待ったら紙が来て払われていませんって言われて全部持っていかれたんです。コロナ期間だったからね、さすがに問い合わせもしなかったのが悪いんだけど、いや普段ずっと送られてきてからその年だけ送られてこなかった、ね、うん、その年だけで2年間かコロナの年1、2年。普通だったらね、その払われてなかったら払われてませんよも来るはずなのに、それも来なかったね。来たのが3年後ぐらいっていう、まあ、つい最近ですけどね。それで延滞金もついているからだいぶな金額になったっていう。都民税クソも高いし、うん、なんか皆さん気をつけてくださいね。届かないときは届いてる、うん、でも本当にやってなかったんだろうなと思ったね、その時は。さすがに膝に置いてるからね、画面膝に置いてるから。バナナさんは永遠に働いてます。僕は今充電中なので、これ持っとかないと置くとこないんだよね、配信。カメラマンですね。だからあんまりやっぱ税金にはいいもんじゃないね。高いし、とりあえず高いし、高いからあんまりお金もたまらないから、まあ小田原は東京かな。なんか東京住むならほんと節約しないと無理な状態ですよね今。家賃も高いし、正直物価はどこも一緒だよね。もう区役所はね、そうちゃんとやってくれるけど、たまになんかの抜けてる時は本当にあるから、僕の時みたいに。それはうん、だって3000、なんでその年2年間だけ送られてこなかったんだっていうレベルだからね。まあ、確かに東京はね、まともだしとか。だって兵庫県ありましたから。兵庫県まともな人間存在しないからね。え？外局でディスられた気が。いや、僕兵庫県出身なんで。兵庫県ろくないですよね。喋り方広いんで、いや喋り方汚いわ、ろくな運転いないわ、ジジババばっかで、ジジババが年取っただけ偉いと思ってるわで、なんかね、まあ、やばい人たち、まあ、本職の人たちいっぱいいるしろくな県じゃないっていう兵庫県。マジで本職が多いからね、もう本家だから、あそこは本職の。おけしさんは兵庫じゃなくて淡路なんで。淡路。ね、淡路は兵庫じゃないですもん。僕らだからですよ。いや、僕らだから違いますね。もう別ですよ。結局、5つの、その昔の藩そう。っていうか、国が、もう無理やりその神戸の、
校のためにくっつけたっていうところが兵庫。そう。で兵庫なんか一番読むのは播磨と尼崎。播磨付近と尼崎。まあ姫路と尼崎ですね。そうですね。やばいと。摂津播磨。そう。神戸はもう神戸ってあんま兵庫の人間いないですよね。だいぶ都心化しちゃって。まあ自分は神戸出身ですけど、うん、神戸の人間はだいたい自分は神戸って言うんですよ、うん。兵庫県と言います。そうですね。別ですもんね。てか大阪ですからね。神戸は。神戸は大阪。尼崎とかの人は大阪って。それおかしい。それおかしい。尼崎は尼崎なんで、やつらは。やつらはもう、なんかもう、あの。いや結局外に向けては、めんどくさいんです、うん、説明が。僕尼崎の人たちはあの何でしたっけあのセンチュリー島の部族みたいなもんってる人食い部族ですやつらまあ人食い部族、はい、あそこはマジやばいですね尼崎行ったら分かるやばさ、まあ、全員が全員、まあ、ネタで言ってるんですけどねネタで言ってるけど割とそこまで行くレベルでやばい人たちはやっぱいますねなんか兵庫は気をつけてください兵庫は本当にろくでもないやつしかいないんで江戸さんは帰ってきてない全くそろそろ出発をしないとしちゃう、はい、上に連絡なくて僕らずっと待ってるんですよ、ね、で僕ここは動けなくなっちゃったんですけど充電しないといけなくて僕動けないんですよねもうもうあとだから今運んでるもんちゃってやったら終わりですか。車も逃げてられないので。さてなんか、じゃあ降りる準備しましょうか。はい、引っ越し配信じゃなくて僕の愚痴配信になってたっていう。あでもディスコードも見れないからも配信してるから、PC もないし、PC 一応ノートを僕家持って帰ってるんで、なんかあれば家で作業できますね。私の鍵持ってるのは誰だろう。あ、わかんないです。なんかいろいろなんかやり取りして。多分チャリチャリ言ってるのアデルさんです。アデルさん。アデルさん。アデルさんはいない。いない。僕の鍵が。鍵が。欲しいの？あのじゃなくてジョーさんの鍵。あ、そう。あ、上鍵あります？あった。じゃあ大丈夫ですね。施錠用に今から降りると思うんで降りていいかどうかわかんないんでまあいいんじゃないですかもうまあでもさっきみたいに入れ違いになるかもしれない、うん、まあそろそろ一旦終わりですね車の中でやるのか向こう行ってからやるのかさすがに向こうの事務所やれるかな電池がないなそう持ってくるの忘れちゃったんですよねモバイルバッテリーそう天気もなんかちょっと怪しくなってきたそうですね、ね、雲がいやでも3、ね、6時までが確か昨日の時点ですけど 30% 台とかって言ってたんで 30% ワンチャンありますよ 30% は曇りっていうふうにサボテン3のバナナさんってなって、はい、僕は僕手伝わなくていいの エアコンキットか、まあ、僕はね卒アル投げた話は忘れてもらってみんな話すことがなかったので今スタジオで身の丈話をしただけですねどうもすいませんでした皆さん、うん、頬をねドライバーで刺したいって話だけだって覚えておいてくださいそれだけそういう時あるよね。あ、マイナスドライバーだっけ？でもマジであれだな、暗くなってきたな。ちょっと怪しいな。あれでも小田原だから多分向こう今見てるとこが方角的に東？だから北が多分こっちなんですよね。だからほぼ小田原の方ですよねあれ。ほぼもっと南だけどこうなってほぼ小田原の方
この画面西。あ、来た。降りていい？しもみーチャンネルがいるから。降りていい？上チーム待ってるけど。なんて、P？ PC2 機先欲しい。PC2 機？アデルさん、アデルさんいないんでしたっけ？PC2 機先欲しいって言ってるんですけど。はい、PC2 今、持ってきました。今から持ってきました。だろうと思ってて言ってるんで、もう、すでにバレてますよ。うん、はい。でも、これで全部ですね。なので、その台車も持ってっちゃいましょう。はい。だいぶすっきりしたかな。誰だかこれ納豆です。出したんこれ誰だ。こんなとこなかったぞさっき。まだここはね、これゴミしないといけないんで、今日出たゴミと食器どうしようかな。もうだいぶすっきりしました。あれからあの黒巻き貼ったとこから犯人は江田さんと。なるほど。エアコン切ってもありますね。まずここにこのずっと江田さんが文句言ってる江田さんがこれです。埋め込み式のこれですね。まあ古いんでもこの物件もなんだかんだ言ってこれがそうめちゃくちゃお金かかるやつで、ここにも当然あると。でこの横にもあってさらにここにもあると。全部で一部屋一個ずつなんでね、あるのが。私のいたずらですよ。さあでは降りる準備していいのかな。まだかな。もうだいぶ片付いたね。ここにまだ赤机があるんでね、これをどう大事に持っていくかですね。切り絵職人のブラボーと、これ何、これ何、ずっとあるけどこれ何なの、これ誰が置いたの、これ、これ何、2019年いるの僕、これね、これなんだ、これカレンダーか。結婚をしてどんなカレーを作りたい？温かいカレーを作りたいです。うるせえな。おい、これはまあね、どういうこと、なんだろうこれ、誰のやつ、これ誰のやつ、誰が持ってきて、誰が送った、誰が送った？綺麗ですよブラボー。とは今日はこんな感じかな。こんな感じですよ。僕が分かりやすいように貼っときました。誰たちのものなのか、この中にあるものは。まあね、いっぱいあったんですよ。いっぱい。いろんな種の物資が。まあ、14ですね。水系。で、エプロンがまだどう大事に持っていこうと思って飾ってあります。吉田さんの時に使ったやつね。それは後藤さん、野水さん、沖さんと、まあ、斎藤さんだったり、竹口さんもあるはずですね。なんだかんだ。いろんな種があるはず。でここにいろいろ飾ってあったんですが、もうないですね。で本当だったらそこにあのアサシンブレードとかの海外の人が売ってくれって言ってたやつあったり
してたんですが、今は、タコラとヌエカメンとゼフィーさんのハイゴックがなぜか乱雑に置かれていると。誰だ、誰、誰もいない。まあ閉めといていいかな。もう一緒掃除しないと。みんな降りちゃったか。僕今一人ですね。え、クルクルした。あー、いや、部屋の外出たから多分 Wi-Fi 切れちゃったんですね。そう、 Wi-Fi 切れたからですね。 5G でやってくれればいいんだけど、今 Wi-Fi でやってるからか。電池半分か、微妙だな。じゃあみんな降りたし、僕も降りようかな。あ、でも荷物あるか、待っとくか。荷物あるや。よいしょ。いや、そもそもそっか、向こうはね、回線も決まってないから、どうすればいいのかな。やっぱり時期が悪かった。時期が、まあ、そう終わってね、もうあとはこの景色映すだけなんで、僕手ぶれから。はあ、疲れた。やっぱその引いてくるまでの工事の予約が取れなくて、最短1ヶ月かかるんじゃないかと言われてますね。やっぱりあれ、僕今日17時以降に電話かけてくれって言ったな。僕の自宅のやつも今日電話多分かかってくるんですけど、17時以降だったら、あれ向こう、あれ車の中かな、今から出るとしても3時か2時間、さすがに大丈夫か。でも混んでるってさっき言ってたもんね、アーゼルさんが。そう、10時半か。でも2時間半配信してるってこと、それさすがに電池持てないわね、そりゃそりゃそりゃ。アジフライのお店は5時からですね。逆に深夜じゃないわ、夜お店で好きなの置いたとこはいつも同じ店。ちょっとこの前ミスったのが、店は違うんですよ、駅の近くでスマッシュヒットさんかな、誰かが言ってたとこ行ってたんって言ったんですけど、干物を食べたんですよ。干物はね、どこ行っても味一緒だった。うん、だから干物やめた方がいいですね。食べるんだったらやっぱり刺身とかね、衣系にしといた方がいいと思いました。うん、インデル干物はどこも一緒だったな、味。結局やっぱ干物だった。カキフライはまあ昨日で満足ですね。美味しかったけど。そう、やっぱだからそう、もったいなかったなっていう。せっかくおすすめのお店だったのに。お、帰ってきた。さあ。まあ言うて、片道30分ぐらいですけどね。33分。終わりました？終わりました。一旦。完了ですか。お疲れ様でした。すいません、僕はもうこのまま。私のドライバーがどっか行って。あ、ドライバー倉庫の一番近い段ボールに入ってるやつ。電池が持たないんですけど。電池が持たない。はい。ああ、ずっと今配信してた。はい。まあそれはしょうがない。ああ、とりあえずスタジオ側はこれで、予想外に他のも出したからちょっと時間かかっちゃった。ただ、ああ厳しいか、不定形のものが多いっていうのをちょっとあれだったな、考えてなかったな。まるっと、なんだっけ、ハイエースとなんだ、ニトンショート、平でいけるかなと思ったんだけどな。まあ26日午前中使って戻ってくれるのか。2往復とか26日する。いや、2往復は無理ですね。時間的に厳しいですね。うん、本当朝5時に出て、うん、そうそう、さすがに引っ越しを5時とかに許してくれないので、ここのマンション。明日のニトンって平ですもんね。
うん、で今日のあの箱と同じだけ詰めないので、うん、そうなんですよね。だから平の方にそのテーブルとかのあれを載せちゃって、ブルーシート上カーブ性のロープで止めるやり方になるから、うん、であとは電子機器系はハイエースの方になるべく乗せて、あと箱物がまだ全部出してないので段ボールがアピールしてった、うん、でテーブルとかその辺はやっぱり平に積むしかないんだな。あそうしたら残しておいて平気なやつがどれかだな。日曜日人員少なくても運べるようにするとして、チャリンコ。チャリンコはそう、俺のチャリンコは持ってかなきゃいけないけど、これ今ここにあるものでって考えるとハイエースだけで行くんだったら、まあ、逆に箱物じゃないですかね。ああ、最後にか。はい、あそうか。あと棚、赤棚、まあ赤棚、うん、まあこれだと別に一人でも運べるし、そうね。ハゼルさんがあと2人いればな。うん、まあでも三脚だったりとかはいけるなと。なんか車の数とかはなんか車の容量だという気がしないでもないですけど。もう今から緊急募集するしか明日一人。何か小田原組に30分から1時間押しでこって出発って言ってやめてください。もうそうね、出ないとまずいので。小田原組見てるでしょ。うん、伝えれるしますかね。30分からそうね、2時予定だったんでちょっと押してしまっているので、1時間から押せますっていうのを、うん、4時半到着ぐらいのイメージですね。そうですね、今から2時間かかりますね、うん、寒くなってるんで皆さん あったかくして、どっかで一回休憩しないと。海老名で、まあ海老名かな、うん、そうしましょう。 OK。では、配信見てる皆さん一旦ここでお別れです。僕の電池の持ち次第では、持ち次第では、はい、はい、あれです。皆さん、あ、一旦秋葉原ありがとうございました、はい、ありがとうございました。本当にみんながいてくれなかったら即死だった。ここには下宮さん今いませんが、下宮さんも頑張ってくれました。で、あのバジルさんからいただいた疲れてる時に飲むといい、はい、それ賞味期限切れてます。あ、ダメなの。1年前に切れてます。あ、はい、はい、お疲れ様でした。